トニー菅原のエンタメゴーゴー。皆さんこんばんは。月曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。今夜も始まりましたトニー菅原のエンタメ GO GO。 この番組は私が代表を務めるトニーパフォーミングアーツプロダクションが企画するエンタメに関するトーク番組です。今日はですね、まず最初に能登半島地震の緊急支援の募金の方をですね、ご紹介させていただきたいと思います。この度の地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。2024年1月1日、石川県能登地方を震源とする地震が発生し、甚大な被害をもたらしています。被害地域支援のための活動に寄付のご協力をお願いいたします。鳥越アズーリ FM が責任を持って被災地域にお渡しいたします。募金結果は後日番組でお知らせいたします。能登半島地震募金のお振込先ですね、ゆうちょ銀行名は018-018、普通口座9629349ですね。ゆうちょ同士の場合はゆうちょ銀行10180-9629349ですね。こちらの方に振り込みの方を押していただければと思いますので、皆様の温かいご支援お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、続いて番組スポンサーを紹介したいと思います。番組スポンサーは大田区蒲田、西口繁華街のラウンジエンジェルのイケメンオーナー KK です。エンジェルは、激戦区蒲田で30年間お客様に愛されているイケメン店員揃いのお店です。私も何度も演奏させていただいている楽しいお店です。はい、QR コードこちらになりますね。この QR コードでお店のホームページも見られます。ではエンジェルの PR ビデオをどうぞ。
ではですね、今日のゲストですけれども、津軽三味線奏者であり映像クリエイターでもある、千葉学徒君です。彼は北海道旭川市出身で、慶応技術大学大学院制作、メディア研究科博士課程1年ですね、はい、今度2年になるという形ですね。そうですね、はい。4歳より民謡を菅野ですね、菅野鉱山に師事し、6歳より津軽三味線を始めると、12歳から15歳で、津軽三味線、全国大会3大会で優勝を果たすと同時に本格的なソロ活動を行う。その後慶応技術大学環境情報学部進学を機に上京。20歳には、津軽五大民謡を、三味線で、綴る、ファーストアルバム、声音でいいのかな、誠です、誠を、はい、誠ね、はい、誠をリリースと。現在、学校公演や、公民館事業、美のカリスマ IKKO さんのディナーショーツアーの演奏を担う一方、比較音楽学、ね、民族音楽学を専門とし、質的量的アプローチを組み合わせた異文化間の音楽における、普遍性や多様性を研究していると。で、演奏者かつ研究者として、日本の伝統楽器津軽三味線を世界に発信する第一人者であります。はい、では今日はですね、この後すぐに、千葉君にですね、津軽三味さんの演奏をお願いしたいと思いますので、では千葉君よろしくお願いいたします。はい、それではまず1曲目演奏させていただきたいと思います。津軽三味線といえば津軽五大民謡というものがありまして、その中の1曲であります、津軽おはら節という曲を演奏させていただきます。それではよろしくお願いします。
1曲目津軽おはら節という曲でした。はい、続いてじゃあ2曲目を演奏させていただきたいと思います。2曲目に演奏する曲はですね、津軽ジャミセンといえば、津軽ジョンカラ節と言われます。それほど有名な曲になっております。津軽ジョンカラ節の曲弾きですね、私のアレンジ、入っておりますので、皆さん楽しんで聞いていただきたいなと思います。それでは津軽ジョンカラ節です。私はですね、津軽三味線、古典の音楽を、今2曲演奏しましたけども、その他にもですね、西洋の音楽とコラボしたりとか、っていう曲も、やっております。その中の一つとしてですね、雪のも花もという曲がありまして、この曲はですね、東京で活動している旭川出身の方々9名でですね、集まって作られた曲になっております。私も津軽三味線演奏しながら、あと映像ですね、
映像もですね、あの映像クリエイターとして、私の方で作らせていただきましたので、ぜひ、ご覧ください。雪のも花もです。
はい、ありがとうございます。今のね、あの 9人のアーティストたちでですね、作った PR ビデオでして、これはあの故郷旭川に感謝を込めてというテロップにも出てましたけれどもね、っていう形で作らせていただきました。私もあのサックスで、参加させてもらっております。はい、ではもう一人のね、ゲストであります、株式会社センテナリア、代表取締役の河合邦明社長さんですね。はい、です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では解散の方からですね、会社等の紹介の方をお願いいたします。はい、はい、私の会社センテナリアは、まあ、広告の事業とあとエンターテインメントということで、声優さんとかナレーターさんのいわゆる事務所の、事業をやっております。で、まあ、会社できたのは本当に去年の新しい会社なので、新しいこう戦略を考えようということで、まあ、あえてこの今声優部門と言われている若い人たちの事務所じゃないところを狙いに行って、まあそういう意味では我々の事務所には芸歴20年30年40年といういわゆる本当に大活躍されてきた方々を一緒に参画していただいて、で今我々の事務所、そうですね、総勢8名の、少数精鋭の事務所として、やっておりました。で、まあ、声優さんって、まあ、皆さんそのアニメーションの声を当てるとか、外国映画の吹き替えをするとかっていうのが、まあ、イメージだと思うんですけど、もちろんそれが声優さんの仕事のメインではありますが、やはりそのたくさんこういろんなことを経験された方々なので、まあ、声優って声に優れたって書く方々なので、まあ、もちろんナレーションもできるし司会もできるし、いろんなことが声の仕事、表現をする仕事がいっぱいできる方が我々の事務所にいらっしゃって、でその方々で今日ちょっと3人ほどちょっとご紹介したいなと、まあ、いわゆる声優さんとしても活躍されてますが、まあ、他でも活躍されているという方、まず1人目が一流斎貞佑さんという方がいらっしゃいます。まあ、この方有名なところで言うと、まあ、ちびまる子のお母さんの声とか、忍たま乱太郎のしんべヱとかですね、まあ、本当に昔から見てましたみたいな感じのね、本当に声優さんとしては非常に大活躍されてるからなんですが、まあ、お名前見ていただいた通りですね、この方声優さんだけではなくて実は講談師として講談のお仕事も幅広くされております。当然そのいろんな講座にも出られてますし、講談師としての活躍も非常に素晴らしいですね。師匠でいらっしゃるのが一流斎貞水先生という人間国宝にもなられた方のお弟子さんでもありますが、まあ、非常に声の表現としては素晴らしい方ですね。まあ、講談師として活躍されている一流斎貞佑さんで、2人目は長澤奈緒さんですね。この人はちびまる子ちゃんのブー太郎とかですね、おじゃまじゃどれみの、マジョリカなんたの声をやっておりますが、活動としては紙芝居、まあ、紙芝居師というんでしょうかね、紙芝居の活動も幅広くやっておりまして、全国の小学校とかに回りましてですね、まあ神話とかとおとぎ話をいろいろ伝えて回ってるというそういう活動もしております。声優であり紙芝居師であると。で3人目が、城谷渡さん。彼は声優さんではないのですが、まあ、今日はちょっと彼にちょっとフォーカスしてご紹介しようかなと思ってますが、彼は怪談師ですね。はい、で怪談というのも、まあ、今怪談ブームって実はね、映像の中では映像の世界では言われてて、 YouTube ですとかいろいろサブスクのコンテンツの中ではいろんな怪談とかのお話をする方がいらっしゃいます。で彼はその中でも非常にこの語りをメインにした、ただ怖い話をするだけではなく本当に語り手として、怪談の語り手として非常にこう素晴らしい語りをする人だなということで、まあ、うちの事務所に来てもらったって感じですけど、まあ、このプロフィール見ていただいた通りこう和服を着てですね、本当にこう日本の和芸をしっかりこう継承していくであろう、これからもしていくであろう人だと思って今いろいろ活動を支えてるっていう感じではありますね。はい、で、まあ、彼は
YouTube でですね、今3つぐらいチャンネルをやってるんですけど、一番多い彼の会談をメインにしたチャンネルはもう今年11万人をチャンネル登録者数で、はい、オーバーしてですね、まあ、ますます、まあ、頑張っていくところなんですけども、一応うちの、まあ、彼は日本全国いろいろお声がかかって、日本全国で会談のをやってるわけですけども、我々の事務所としても今全身全霊というタイトルで、去年も一昨年も東京の秋葉原の UDX シアターという映画館を使ってですね、彼の語りと彼の語っている顔をですねしっかり見せていきたいということで、映画館にあえて映像チームとか入れましてですね、迫力のある、まあ、最強って最も怖いと書いて最強ですね、の、はい、ライブをちょっと企画して、今年もですね一応7月に、はい、開催する予定でありますと、まあ、そんな声優事務所であるんだけども日本の語りのエンターテインメントをしっかり やれる人たちも含めて、こうプロモーションしていきたいという感じで、はい、活動しております。素晴らしいですね。まあ、階段、私もね、ちらっとね、拝見させてもらいましたけども、結構やっぱり長いんでね、なかなか番組では全編紹介はできないんですけども、はい、ちょっとでは彼のことをちょっと説明お願いいたします。はい、怪談師っていっぱいいらっしゃるんですよね。本当にこう語り方とかネタとかもそうなんですけど、彼の場合はですね、もちろん自分の体験談もあるんですが、彼のホームページ上にですね、彼に語ってもらいたいっていう怪談の経験者からの投稿がいっぱいあって、でそれを彼が聞いて、そして彼の言葉で語るっていうのが多いですね。はい、でこれは僕はあんまりその霊の世界とかを、まあ、信じてるような信じてないようなって感じがあるんですけど、彼は昔怪談バーというところがデビューで怪談を始めたんですけども、そこで誰もいない、お客さんの誰もいないその怪談バーでもう1時間に1回怪談をしなきゃいけないっていう、その中である日怪談をしたら、その世界が見える後輩が、今日は誰もいなかったねって言って楽屋に戻ってきたら、城谷さん見えなかったんですか、いましたよと、客席に満席になってました満席、はい、そういうこともあったりして、要はその世界の人たちはいろいろな思いがあって、まあ、亡くなったりしてるので、でもこの自分のやってきたこと、自分の思っていることを伝えたい、誰かの言葉で伝えてもらいたい、そういう伝え手としては、まあ、ちょっと怖い話ですけどね、はい、そういう世界からの人からも彼は一目を置かれて、はい、どうせだったら上手な怪談師に語ってもらいたいと思うんでしょうかね、はい、そういうことも、まあ、一つの彼のネタの中にもそういうお話も本当の話としてあったりもしてですね、非常にこうしっかりした語りをねやっぱりやるので、ぜひまあ、もちろん YouTube でも城谷渉で検索していただければいつでも見られますので、ぜひ見ていただくと嬉しいなと思います。千葉君は見えるタイプ？いやー、見えないタイプですね。見えないタイプ、はい、僕も見えないですけど、めっちゃ怖がりですよ。あ、そう、まあ、そういう意味では城谷渉もですね、怪談師の割にめっちゃ怖がりですから、はい、僕は25ぐらいまではね見えましたよ。今全然見えないけど、年を取ると見えなくなる説はありますよね。そうそうそう、今全然見えないけどね。そうなんですね。はい、そんな城谷渉をぜひちょっとこれからもですね、いろんな場所でこう皆さんに知ってもらいたいし見てもらいたいなって思ってますね、はい。まあ、この後千葉君ともちょっといろいろね、はい、トークをさせてもらいますけど、僕らはどちらかというと語りとか、演じるとかっていう世界でのマネジメントをしている会社のものとして今日出させてもらってますけど、はい、千葉君の方はその日本の文化、芸能の文化を音楽という面からね、こう少しこう跳ねていければいいなっていうのを、なんか一緒にやれるといいねって話をね、そうですね、してたんですよね。本当に、はい、よろしいですか。はい、はい、じゃあ続いて千葉くんの方からね、はい、去年のね活動を通してちょっと、はい、報告していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、見てくださってる方、多分初めての方も、いらっしゃると思いますので、私の、ね、まず自己紹介、の方から簡単に、させていただきたいなというふうに思います。
私はですね、民謡4歳からですね、習い始めたのがきっかけで、今津軽三味線、6歳からですね津軽三味線を始めて、もう20年近く、ずっと活動しているわけなんですけども、高校生までは、北海道に、いて師匠のもとで習ってました。そこから大学でですね、慶應義塾大学を、入学、するにあたりまして、神奈川の方に、湘南藤沢キャンパスってところなので神奈川の方に、上京しまして、今はこちらで、津軽三味線そして民謡の、演奏活動をしております。でその大学生時代にですね、一つ大きな出会いがありまして、皆さんもご存知かと思いますが、芸能界で、美のカリスマ IKKO さんという方がいらっしゃいまして、その方からですね、お声をかけていただきまして、津軽三味線奏者として、今は IKKO さんのディナーショーの、サポートをさせていただいております。そこからですね、去年はですね、また8月に、ガーナという、アフリカですね、アフリカのガーナというところに行ってですね、ワークショップ、等も行ってきました。本当にガーナといえばハイライフと呼ばれる、音楽で有名だと思うんですけど、一緒にこうセッションしたりとか、実際に踊ってもらったりとかっていうことも、はい、これですね、一緒に日本の、民謡、踊りをですね、一緒にやっていただきました。はい、とても私も勉強になる、そのワークショップでして、すごく楽しい思い出で、はい。でその後ですね、また、10月頃にですね、慶応の、三田会と呼ばれるすごい大きい組織があるんですけども、そこでですね、津軽三味線を披露するだけではなくてですね、私は研究も行ってまして、ここでは研究の発表もちょっとさせていただきました。国際学会とかで研究をする場で演奏することはあるんですけども、音楽の研究をしているので、演奏会で研究の発表をするっていうことはなかったんですね。今回ちょっと初めての、本当にお声掛けいただいた時に、研究もぜひ発表してほしいというふうに言われて、演奏もしつつ研究もしつつで、すごい高評価いただきまして、津軽三味線、どういう思いでやってるのか、どういう思いで研究してるのかっていうのをですね、この場で皆さんにお伝えさせていただきました。はい、なるほど。でその後はですね、また、これはワラクというグループでして、津軽三味線、忍笛、そして和太鼓、ピアノという、楽器でですね、4名で、京都でですね、これはライブ演奏をしてきました。こちらもお声掛けいただきまして、私は津軽三味線奏者として演奏させていただいております。でまたですね、これとはまた別に私がですね、グループを実際に作りまして、津軽三味線ピアノフルートという組み合わせなんですけども、進化論という名前でですね、活動させていただいてます。津軽三味線といえば青森だと思うんですけど、これは青森での演奏ですね、これは自主公演なんですけども、もう一つ学校公演も行ってきまして、津軽三味線、実際に体験していただきながら、また西洋音楽とのコラボっていうのも体感して、いただきました。はい、はい、一応去年の活動はこれくらいになります。はい、はい、ありがとうございます。実はこの3人ですね、同郷の仲間でして、北海道旭川出身ということでね、はい、ですね、河合さんは僕よりもちょっと先輩なんですよね。はい、そうですね。はい、なんですね。まあ、年は近いんですけれども。で、実は旭川のね、ミュージカルがありまして、大井町ですよね。はい、で、そこで、旭川出身という部分で、感激した後、旭川の仲間でということで会食した時にね、はい、知り合いまして、それでその話が弾んで、今日、出演してもらうっていう流れにね、なったっていう部分なんですよね。まあ、お互いに、芸能事務所をやってるっていう部分もありまして、ですね。で、そこで話題になったのがね、先ほど河合さんの方からもありましたけれども、日本の伝統芸能
という部分でね、で日本の伝統芸能を引き継いで、後世にもね残していくということと、また世界にもねそういったものを発信、日本から発信どんどんしていってですね、世界の人たちに知ってもらう、という部分のことも含めてですね、残りのお時間ですね、フリートークでいきたいと思いますんでね、まあ先ほどね、ガーナにも行ってきたっていう部分がありましたけれども、まあ今後残していくとかって、世界に発信していくっていう部分でどんなふうなことを考えているかというのちょっと千葉君からねお聞きしたいんですけどね。わかりました。そうですね、私は音楽の研究を先ほどしているっていうふうに、申し上げたんですけども、今その研究している、まあ、内容的にはその異文化間の比較っていうもので、まあ、その普遍性多様性っていうものを、まあ、研究しているんですけども、まあ、もっと簡単に分かりやすく言うと、まあ、音楽の起源ですね、まあ、いつ音楽が誕生して、まあ、どういうふうにこう広がって、でなんで、今のこの生活の中で音楽は必要なものと人間の必要なものとなっているのかっていうところに、焦点を当てています。で民謡津軽三味線っていうものはですね、伝統音楽として分類されていると思うんですけど、すごい長い歴史を持っている音楽の一つです。で、その他にはまあないと言っても過言ではないぐらいすごい長い歴史を持っていまして、じゃあそこまでこう受け継がれてきたっていうことはまた何でなのか、まあ、どのようにじゃあ受け継がれてきたのかっていうのも、研究してまして、まあ、そのためそれを理解するためにもですね、やっぱりこう世界に、アプローチしていくっていうことはすごい必要だなっていうふうに思ってまして、津軽三味線民謡っていうものをですね、世界に発信すると同時にですね、異文化をまた理解し合って、音楽、さらに盛り上げていけたらなっていうふうに今考えているところですね。はい、なるほど。加谷さんどうですかね、講談とか怪談っていうのは、まあ、活動写真とか動画に音声がなかった時代なんかは、うん、西洋にももちろん怪談、まあ、あったかどうかわかんないですけどもあったとは思うんですよね。でも伝統の芸能文化として残ってるってずっと引き継いできているって日本だけだと僕は思うんですよね。ああそうですかね。なんか僕もその、まあ、千葉君みたいにアカデミックな話はできないんですけどまあそれでもこう我々が今のメンバーとこう知り合って、で講談とか怪談のまあ一流の芸をこう目の前で見ることが機会がいっぱい増えた時にもっといろんな人に知ってもらいたいなって思っているんですよね。でそれはまあその三味線もそうかもしれないですけど、知ってるようで知ってない、見たことある聞いたことあるようでそうでもないっていうのが実はこういうもんだったりして、で例えばこう日本の、まあ、国とか文化庁なのかなわからないけど、はい、そういうところが支えている例えば歌舞伎とか、うん、落語とか、うん、なんかそういう、 こう素晴らしい人たちがいるステージのところよりもしかしたらもうちょっと庶民派の芸能演芸だったかもしれない、うん、講談とか怪談って、うんうん、ほんともっとこういろいろ知ってもらうといいなって思ってるんですよね、うん、でそれは今 YouTube っていうようなねその配信みたいなものが出てきて、特に怪談においてはもっとこう庶民っていうんですかね、カジュアルなエンターテインメントとして世の中に伝わってきて、うん、まあ、この広がりはもうすごいなと、この数年間特にすごいなって思っているんですけど、これをもっと僕もうそうだし演じてる彼らもそうですけど、やっぱり生で見てもらいたいと思っているんですよね。そうなんですよ。これ音楽もそうですよね。そうエンターテインメントのね素晴らしいところってやっぱり生なんですよね、うん、まあ、こうやって映像での配信とか YouTube とかあったりとか今ねいろんな部分で配信できるような、時代になってますけれども、実際にその三味線のね、僕は千葉くんと出会ったのは雪野のもう花もの、はい、録音するのに同じスタジオに入って、はいはい、ね、っていう千葉くんのやつを録音するのをずっと僕手伝ってたんだけども、それ彼の演奏を間近で生で見て聞いて肌で感じて、あこの子は一流だっていうのがすぐ分かったし、だからその時は僕まだ事務所立ち上げてなかったんですけども、もう立ち上げて一番最初に
にも声かけたのは彼なんですよ。同じ状況だったっていう部分もあって、うん、ぜひ入ってほしいっていう部分で、その階段にしても、まあいわゆるあまりだから歌舞伎とかはね、結構国が力かけたりしてるところもあったりもするんですけども、うん、落語の世界、まあ、僕友達いっぱいいますけども、落語家さんもそうですし、講談も階段もそうですけど、生で聞くあの迫力っていうのはね、全然映像で見るものとは違うんですよね。そうですね。だからぜひね、その本当に生でやってるライブ会場に足を運んで聞いてほしいんですよ。で、その海外行っても、たとえ日本語が伝わらなかったとしても、その生でそれを演じている迫力っていうのは絶対外国人にも僕は伝わると思いますよ。そうですよね。もう本当に、やっぱりこう音楽なんか特にそうですよね。まあ悲しいかな、この日本語で喋っているエンターテインメントはどこまで通じるかっていうのはまあわからないんですけど、音楽はね、やっぱり国境を越えるというか。そうですね。どうでしたか、実際海外で。そうですね、まあガーナは一応公用語は、まあ、英語だったので、まあ英語で会話しながらっていう点もありましたけども、たださっきワークショップやった時はですね、楽譜も一応見せてこう体験してもらったんです、それもなかなか指示するのはその大変で、やっぱ日本語をこう英語になかなか置き換えるの難しい時は、やっぱりそのなんて言うでしょう、こうジェスチャーとか、やっぱこう国を越えてこうなんでしょう、こう共通して感じるものがやっぱあるんですよね、実際に演奏してこう真似してみてみたいな感じで、で皆さんちゃんと一曲日本の曲ですね、ちゃんと一曲全部弾き切っていただきまして、やっぱ音楽ってその力っていうのはすごいなっていうふうに改めて感じたところです。そうか、なんかエンターテインメント、ね、全部そうですけども、文化芸能っていう部分では国を越えても言葉が通じなくても僕は通じ合えれると思ってるんですよね。本気で思ってます。本気で。だから、階段にしても講談にしても、言葉が分からなくても、絶対に相手には伝わるんですよ。まあ、もちろんその後ろでなんか字幕とかっていうのをね、その公用語の部分、そこの国の公用語の部分で出すっていうのも大事ですけども、ただその、なんていうのかな、映像で見るっていうのと、その生でこう言葉を発している部分での周波数を体で感じるっていうのは全然やっぱ違うから、そういったものはやっぱり日本にあるものをね、もっと世界に発信してって行くべきだと僕は思ってますし、で、災害があったり、もこの地球上で災害があったりとか、まだ戦争も実際にあるわけですよね。この21世紀にもなっても、まだまだ戦争がなくならない、地球上に。だけどそのいろんな部分が、政治が違ったりとかって、いろんな文化が違ったとしても文化芸能エンターテインメントを通してっていう部分で、人間は分かり合える部分って僕は必ずあると思ってるんですよね。戦争、武力ですよね。最初武力から人類の歴史っていうのが始まりましたよね。それでその次に来たのが政治ですよ。で政治、それでこれからは人間性の時代に僕はなっていくと思うんですよね、この地球上。そうでなかったら戦争がなくならないんですか。戦争がある限りは人類が本当に幸せになることってできないと思うんですよね。で、その、戦争をなくす人間性っていう部分で分かり合えるっていう部分での1億人合うのは僕はエンターテインメントだと思ってますから。本気で持ってるんで、この自分で事務所を立ち上げた部分があるんですよ。でも必ず千葉くんはね、海外に連れて行きます、僕は。もっともっと多くの国にね、そういうふうになっていけれるように事務所も発展させていきたいと思ってますんでね。まあそろそろお時間来ましたけれども、またね、本当に河合さんのところのアーティストもゲストに呼んだりとかっていうね、機会があればと思いますんで、よろしくお願いしたいなと思います。はい、ではそろそろお時間迫ってきましたので、ここでですね、万全の方をしたいと思います。では、千葉君の方から万全お願いいたします。はい、じゃあ私の方から、あさってですね、藤沢公民館シニア学級、藤沢有効塾公開講座ということですね。藤沢のですね、F プレイスという、会場で約150人ほどですね、一般公開しておりますので、無料で、見に、来ることができます。はい、ただですね、もう先着順ということで、結構ギリギリ、多分
今日電話しなきゃ間に合わないぐらいのあれなんですけども、うん、藤沢公民館の方に直接お越しいただくかのお電話で、ぜひ見に行きたいということを伝えていただければ、うん、皆さん、ぜひこちらの演奏会ですね、見に来ることができますので、ぜひよろしくお願いします。あさってですね、あさって1時半ですね、1時半ね、はい、僕去年だから姉さん師匠に師匠じゃなるんですよね。そうです、僕と高森彩香さん、2代目、今は2代目佐々木光義さんという方ですけど、一緒に演奏させていただきます。はい、ね、生で聴かさせてもらいました、はい、本当に、ね、素晴らしい演奏です、かったです、本当にね、はい、はい、これがあさって17日の1時半からですね、はい、まあね、先着順ということになっておりますんでね、藤沢公民館の方に連絡していただくなり、急いで行くなりしていただければと思います、はい、はい、じゃあ続いてですね、私の方からも2つほど番宣の方させていただきたいと思います。こちらは先にじゃあこちら行きましょうか、はい、こちらですね、お江戸サロンといいまして、歌舞伎ロックスの、氏神一番さんが主催でやっているサロン、毎月やってるんですけれども、それのですね、新年始まったっていう部分での新年会ですね、一発目の、大新年会2024という形で行われることになっております。これがですね、1月の23日火曜日ですね、こちら18時オープンで、開始が18時30分からとなっております。で、会費の方ですね、4000円で、こちらバイキング料理プラスワンドリンク付きという形になっております。で、場所は原宿ラブーレットですね、こちら、フランス料理のレストランになっております。本格的なフレンチのですね、オードブルとか出るようになっておりますので、ぜひ来たいなという方はですね、私の事務所の方の連絡先にですね、連絡をいただければと思います。席数限りがございますので、こちらですね、19日までに私の事務所の方にですね、連絡をしてください。で、予約制になっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ続いて、こちらですね、このお江戸サロンの方ですね、私とですね、私はサックス演奏と歌も歌う形になっております。あと、うちの事務所からですね、ロックシンガーの、篠崎静香も出演することになっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ続いてですけれども、で、こちらですね、その前になりますけれども、1月21日の日曜日ですね、うちの事務所とですね、提携させてもらっているロサンゼルスクラブのですね、オーナーのロハスさんですね、このロハスさんの、還暦ライブがございます。で、実はですね、ロハスさんですね、まあ、自分も SNS で発信しているので、ここで告知させてもらっても大丈夫だと思いますけれども、がんをずっと去年、から患っておりまして、まあ、してて退院したんですけれども、実は今年の1月の5日にですね、癌の手術を行いまして、1月の19日、退院の予定になっております。で、先日もロハスさんと連絡取りましてですね、応援に私も行きますし、頑張ってほしいので、ぜひ、退院して、元気に復活してくださいという方、本人もですね、頑張って、必ず退院して、21日は、ライブやると言ってましたので、お時間ある方ですね、皆さんよろしくお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、今日本当に、ね、来ていただいて、川さんありがとうございました。ありがとうございました。またまたね、お呼びしたいと思いますんでね、ぜひ来ていただければと思います。はい。ではですね、来月のアーティスト、ゲストですけども、モノマネアーティストのカズが、出演する予定になっております。カズもですね、私と同じ旭川出身のアーティストなんでね、よろしくお願いしたいと思います。では、来月もお会いしましょう。 See you again!